三国連太郎、三国連太郎、三国連太郎。1923年、大正12年1月20日から2013年、平成25年4月14日は、日本の俳優、映画監督。本名は、佐藤正夫。群馬県大田市生まれ。身長178センチメートル、体重70キログラム。個性派俳優として、日本映画界を経営し、 圧倒的存在感をスクリーンに残した日本を代表する名優の一人。デビュー以後、ビルマの盾と、1956年、木が海峡、1965年、裸足の源、1976年、光苔、1992年など社会派作品から、未完の大局、1982年、三旅の海峡、1995年、大河の一滴、 2001年など中国を中心にした国際合作、犬神家の一族、1976年、野生の照明、1978年、マルサの女に、1988年などの娯楽大作まで主演、助演を問わず幅広く出演、映画出演の本数は180本余りに及ぶ。その徹底的な役作りは、マコッチョウと評され、エピソードも残している。 母親は16歳で一家が離散し、広島県呉市の海軍軍人の家に女中暴行に出され、ここで三国を見ごもり追い出されて帰郷した。帰郷の途であった静岡県沼津駅で父親と出会い、1922年に父親の仕事先であった群馬県大田市に行って結婚、翌年1923年1月に三国が生まれた。この育ての父親は、 電気工事の渡り、職人で、三国が生後7ヶ月の時、一家で、父親の故郷、静岡県西伊豆に戻った。その後、三国は、旧制豆用中学、その後の静岡県立下田北高等学校。2008年に、静岡県立下田南高等学校と統合し、現在は、静岡県立下田高等学校を2年で中退するまで、都井町。 現在の伊豆市で育った。中学時代は水泳部、下田港から密港を企て、神貸に渡り、その後富山で弁当売りをし、帰国後は大阪で皿洗い、ペンキ塗り、千番港など様々な職に就く。1943年、昭和18年12月、20歳の三国は大阪で働いていたが、徴兵検査の通知が来て、故郷の伊豆に戻り、 公主合格後、実家へ戻った。すると、お前も色々親不幸を重ねたが、これで、天使様にご奉公ができる。とても名誉なことだという母の手紙が来た。しかし三国は、戦争に行きたくない。戦争に行けば殺されるかもしれない。死にたくない。なんとか逃げようと考え、同居していた女性とすぐに、郷里の静岡とは反対の西へ向かう。 貨物列車に潜り込んで逃亡を図った。逃亡4日目に、無賃乗車で乗り継いで、山口県まで来た時、母に、僕は逃げる。どうしても生きなきゃならんからと手紙を書いた。親や弟、妹に迷惑がかかることを詫び、九州から韓国を経て、中国大陸へ行くことも書き添えた。数日後、佐賀県の唐津呼子で船の段取りをつけていたところで、憲兵に捕まり連れ戻された。 しかし処罰は受けず、皆と同様に赤出す気をかけさせられて、静岡の不評を第34連帯に入れられた。中国へ出征する前、最後の面会にやってきた母が、きついかもしれんが一家が生きていくためだ。涙を飲んで、戦争に行ってもらわなきゃいかんと言ったとき、三国は母親が家のために黙って、戦争に行くことを息子に強要し、 逃亡先からの手紙を憲兵隊に差し出したことを知る。家族が村八部になるのを恐れ涙を飲んでの決断だったと言う。中国大陸の前線へ送られた三国の部隊は、総勢千数百人だったが、生きて、再び祖国の土を踏めたのは20人から30人に、過ぎなかった。戦地へ向かう途中、三国は体を壊し、熱病にかかる。10日間意識不明になり、 死んだものだと思われて、工場の隅でむしろを被せられて放置されていたが、焼き場に運ばれいざ役番になって、むしろを剥がしたら、目を覚ましたという、観光の兵器勤務課に配属されてこの舞台で、終戦を迎えた。1945年、昭和20年の敗戦時、収容所に入れられ、独自に作った化粧品などを売って過ごした。中国からの福音の際に、 最退者は早く帰国できるということで、同じ佐藤生の女性と1946年、昭和21年4月に偽装結婚し、同年6月に引き上げ、福音寺に長崎県佐世保市から鉄道で、広島駅へ達した際には、駅から四国が望まれ、原子爆弾の脅威を知る。その後は、他種多ような職業に就く。宮崎県宮崎市の妻の実家に身を寄せて、 宮崎交通に入社、バスの整備士として2年勤務。1948年、昭和23年、女児を見ごもっていた妻と離婚して、鳥取県倉吉へ行く。近くの三笹温泉へ行った時、戦争中に、万毛開拓団に関係していた人と知り合いになり、その紹介で、県農業会、後の農業共同組合に入り、組合長の秘書を務めながら農村工業家を新設。 サツマイモのデンプンからグルコースを採取する作業を指導する。間もなく土地の資産家の娘と再婚。1950年、昭和25年、単身上京して、福島県福島市を拠点に闇商売を始め、一時は大儲けするが、結果的に挫折する。同年12月、東銀座を歩いていたところ小区のプロデューサー小入れ、高志にスカウトされ、 小竹大船撮影所に演技研究生として入る。スカウト時には、プロデューサーの大船のスタジオに、カメラテスに来てくれないかとの言葉に、電車代と飯代を出してくれるならと答えたと、三国本人が10回している。またこの映画会員の背景は偶然ではなく、東銀座でのスカウトの際、小竹のあなたの推薦するスター募集に、倉吉時代に出入りしていた。 写真館の主人が三国の写真を送っていたことを知る。1951年、昭和26年、木下圭介の監督映画、全魔に、レッドパージで出演取り留めとなった、岡田英治の代役として、松山善造の推薦により抜擢され、デビュー、役名の、三国連太郎を芸名にする。この演技により、第二回ブルーリボン新人賞を受賞する。デビュー当時、 松竹が紹介した三国の経歴記は、本名、青年月日、身長、体重を除いて、ほとんどが嘘だらけだったが、それも、また役者の象徴として平然と聞き流す三国に、対して、木下は、俳優としての本質的な良さを認め、三国もその資質を活かすことに努める。また、木下の勧めで三ヶ月ほど俳優座に通った。1952年、 昭和二十七年一月、稲垣博監督の東方作品、戦国部来に、早見十郎太役での出演を熱望し、松竹に出演許可を求めるが拒否され、松竹を飛び出し、東方へ。東方は三国と松竹の間に正式契約がないことを確認して、本人と交渉を進め、三国をめぐる松竹、東方の争奪戦が、マスコミの話題となる。三国が自ら、 戦国部来のクランクインに参加したため、小畜は3月19日、三国を正式に解雇する。三国は出演の後、東方と年間4本の出演契約を結んだ。これらの意見を通じて、三国はギリ人情を欠くアプレスターと叩かれた。この間に2度目の離婚。翌1953年、昭和28年に3度目の結婚をしている。 1954年、昭和29年、稲垣監督、宮本武蔵出演中に、映画制作を再開した、日活の、泥だらけの青春に出演すると発表、東方が俺出演を果たす。その直後、五社協定違反者、第一号に指定される、大船撮影所の門扉に、犬、猫、三国、入るべからずとの看板が取り付けられたという、 1955年、昭和30年、日活と専属契約を結び、1956年、昭和31年10月末、契約切れと共にフリーとなる。1959年、昭和34年9月、他社出演の自由を条件に東映と専属契約、1965年、昭和40年4月、東映を離れて、フリーとなる。 専属契約とフリーを繰り返すかたわら、1963年10月、映画会社、日本プロを設立。第1作として、台風を企画、監督するが、東映が、専属俳優に独立プロ活動は許さないと反対し、配給が叶わず、開け中止となる。その後、1969年8月、プロダクション、APC を設立。 テレビ映画や CM 制作を行い、1972年3月には自主制作映画、岸辺なき川の撮影に入るが未完となった。1984年、昭和59年、四十五賞を受賞。1986年、昭和61年には映画、新蘭、白い道を制作、監督し、関ヌ国際映画祭で審査員特別賞を受賞。 その後は、釣りバカニッシシリーズ、1988年から2009年の鈴木社長役で活躍。釣りバカニッシシリーズで、第33回日本アカデミー賞、会長功労賞を受賞。1993年、平成5年、訓四等局実賞受賞を受賞。2012年、平成24年9月、同年春から首都圏近郊の療養型病院に、 入院していることが報じられた。また2012年9月13日号の週刊文春では老人ホームで暮らしていることが報じられた。2013年平成25年4月14日東京都稲城市の病院で急性呼吸不全により死去90歳没生前改名はいらない三国伝太郎のままで行くと話していたという撮影所では レンちゃんの愛称で親しまれた。1951年の坂東つま郎主演の稲妻総氏、稲垣博監督に三国を抜擢したのは、小竹が何とかして三国をスタートして売り出そうと考えてのことだった。当時、三国のサラリーは2万円ほどで、退職間の三国は、懐が寂しく、いつも、小暮道よに何か食べさせてよと甘えていた。 稲垣博は三国を、そんな可愛い青年だったと実会している。その死者の席で三国の演技がまずかったと坂東から、笑われたのを機に、三国は空いた時間は、京都へ通い、時代劇のスターや、監督の家を訪ね、教えをこうていった。この、稲妻増氏の後、稲垣は東方で、戦国ぶらいを取ることが決まっていたが、突然三国が、早見十郎太の役は、 僕がやりますと立候補してきた。三国は映画界に入ってまだ日も浅く、映画界の仕組みをよく知らなかったため、純粋にいい映画に出たい、好きな役を演じたい、信頼できる監督と仕事をしたいと、自由奔放に振る舞って、松竹を抜け出したのだが、このために大騒動を巻き起こした。とうとう三国は松竹を飛び出して、稲垣の下に来てしまい、松竹としては、 せっかく育てた新人が逃げ出したので追い回した。東方は三国が捕まらないようあちこちに隠し歩いて対抗した。三国のこの事件の後、映画各社間で新人が勝手に行動した場合、2年間は映画への出演を禁止する大手会社は使うことができないなどの罰則が協約されることとなった。三国はその頃から問題児であり、 東方で十数本の映画に出演した後、やはり何らかの不満があって飛び出し、ついに東方パージとなった。三国は、会社は僕を商品だと思っているようですけれど、僕は息をしている人間なのですから、好きなものは好きで、嫌なものは嫌だと言いたいと稲垣によく言ったという。稲垣は三国について、見方によってはとても子供っぽいところがあるが、その子供っぽさの中には、 他の俳優が持っていないような筋金が、通っているようでもある。つまりサラリーマンではない役者。それは、三国連太郎なのであるとし、癖のある俳優といえば、三国連太郎にとどめを刺すだろうと語っている。いわゆる役者馬鹿であり、俳優、奇人とも称される。いい君四監督、イボ兄弟、1957年において、老人役の役作りのため上下の歯を10本抜いた。 ことで、顔を晴らしたエピソードはよく知られている。しかも、他の出演シーンの都合をつけるために、治りを早くするために、麻酔抜きでやった。これについては、夫婦役の田中絹代と、どう見ても夫婦に見えないことに悩んだ末のことだと、三国本人が10回している。晴れた三国の顔を見て、小山あと田中が一言、その日は撮影しなかったという。また三国が、 坊主頭になった際には弟子に役を与えるために、自らがバリカンを持ち、その弟子の頭を丸刈りにした。それに合わせたすべての弟子と密着取材、写真展、三国伝太郎との百発化1957年を行っていた、写真家の山本善之助までが坊主頭となった。今村昌平監督、神々の深き欲望、1968年では、 南大東島での長期ロケで、破傷風にかかり、足一歩も危うく失うところだったが、懲りずに治療を終えギャラももらわずに、自費でまたロケに参加ていた、と、嵐勘十郎は発言している。特に、粗暴な人物役を抱えた、時期の三国はプライベートでも役にはまり込んでしまい、他人が近づきがたい状態になっていることが、たびたびであった。結婚を読んど経験。 俳優の佐藤光一は三番目の妻との間にできた息子である。その他にも大地紀和子、石田エリラとのロマンスが取り沙汰され、奔放な女性関係で知られた。大地と出会った時は十九歳と四十一歳という二十二歳の年の差にもかかわらず大恋愛に発展。大地の実家に挨拶に行き、十年経ったら、せがれが自立できるようになるので、結婚させてほしいと申し出。 そのまま実家で同棲を開始するも三ヶ月目に、疲れたという置き手紙を残して、胎児の元を去った。別れの十年後、胎児との市場対談にて、胎児の、三国さんはどうして、あの時、キワコから逃げ出したんですかという問いに対し、十年目に、して、率直に言うけど、あなたの体にひれ伏すこと嫌だった。僕は臆病者ですから、のめり込む危険を絶対に避けたかったんですと答えている。 また、その後、1981年6月の週刊読売のインタビューでは、今までで引かれた女優さんは一人だけです。大地喜和子さんだけです。僕は男に影響を与える女の人が好きですと答えている。映画館入りに際して、旧制静岡高等学校理科を経て、大阪帝国大学工学部応用科学科卒、もしくは東京帝国大学卒と詐称。 後に、芸能ジャーナリズムにそのことを暴かれたことがある。日本放送年間 68p733 では、最終学歴を大阪高大としている。デビュー当時のキャッチフレーズは、大阪大工学部卒業で、知性美を持つ有望な新人スターであったが、これは、私の提出した引上げ証明書に、阪大工学部卒と戦没者の学歴が書いてあった、ためである。 三国は説明していた。電気職人だった養父が被差別部落の出身であることを公表しており、差別問題に関する調査、講演活動等も言っている。養父との関係はよく、母親よりも養父のことが好きだとインタビューで述している。戦争体験の話でよく話している。戦後すぐ故郷静岡に帰る途中に、広島で途中下車し、原爆で焼け野原になった。 広島の街の光景を見たという話だが、なぜ、広島で途中下車したかについては、公の場では話さない。戦争中、全国の大半の兵隊は、広島の宇品港から外地へ送られたが、三国も、出生の前日、父へ赴く前に、女性を一度でいいから抱いてみたいと広島市内の遊郭で、筆下ろしをした。三国はこの遊女が忘れられず、 どんな卑怯な振る舞いをしてもいい、どんな恥を受けても生きて帰りたい。もう一度あの女を抱きたいと、心の中で誓い、帰還して実はこの女を探すため、まっすぐ広島へ向かったのである。この話は三国の著書、我が煩悩の火は燃えて、新鸞へ至る道や、生きざま死にざまにも書かれているほか、かつて、中国新聞の原爆特集で話したことがある。 長兵期市中に同行した女性の実家が岡山にあり、広島で下車後、岡山に立ち寄った。彼女にはすでに子供がいたため、三国は声をかけずに立ち去ったという。単称、方形に対して大きなコンプレックスを抱えており、映画、ボロの旗、1974年で共演した西田敏行によると、役者仲間が風呂に入っていると、 ブリーフを履いたままで三国が風呂へ入ってき、西田が、あれパンツは脱がないんですかと聞いたところ、芸術家は、ポコチンが小さいからねと返答。また、対談集、三国伝太郎女探求、異色対談の中で、自身が短章、短小方形、早老ということを何度も語っている。1991年に、石川県珠洲市の原発建設に反対する。 県議候補のリーフレットに文章を寄せたことがある。チルノブイリ原発事故後のドイツを仕事で訪問した時の印象から原発に反対するようにな。静岡県沼津市在住だったことがあり、沼津市の観光大使、キャンペーン大である三三沼津大使に通算6回にわたり選ばれている。人間の約束で息子、 佐藤と安心のみの初共演を果たした後、美味しんぼで本格的に親子の役を演じる。笑っていいともに出演した際に、佐藤光一くんの演技が良かったですコメントしている。釣りバカ日誌シリーズでは、スーさんの愛称で親しまれた。だが本人は釣りが嫌いだという。子供の頃は全く魚が釣れず、さらに餌のみ水に触るのが嫌だったからであり、劇中でも、 浜崎伝介、西田敏行のようには、連れていない。また初期には、作品としての釣りバカ西氏に対して、評価は低く、インタビューなどでしばしば、昔のギリで出演していると語っていい。最終作となった釣りバカ西氏20ファイナルの会見では、混迷の映画界の中で、暗中模索した冒険のような作品、スタッフの作品作りに対する情熱は、 日本映画史に永遠に残る僕にとって果ての仕事だったと語るなど、総じて高評価であり、心情の変化が見受けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。